京成3600型が臨時列車として運転されました。京成電鉄は、今日19日、3600型3688編成を臨時列車として運転しました。京成3600型は、3500型の後継車両として、保守の簡易化や保安度の向上を目的に、今後の通勤車の標準車両として開発され、1982年に営業運転が開始しました。2022年6月現在、2編成が残るのみとなっています。今日19日に開催されたツアーでは、京成上野駅相互車両基地間で運転され、デビュー当時の塗装であるファイアーオレンジカラーを再現した3688編成が使用されました。これで、6月19日の KAB ニュースを終わります。